6月19日水曜日ですよね。の声で書く日記161個目になりました。日替わりお天気と書きも、日替わりお天気と漏らしたノートと会期末な目まぐるしい政局と黄昏るリバーサイドで孤立する彦星とネアンデルタルの話という怪奇なタイトルになってますけれども、今日の札幌は快晴です。昨日は雨雲が出てちょっとだけ雨が降ったんですが、一日曇り空で気温が低かったんですが、今日は快晴ですね。雲一つない快晴ということで、その前が晴れてその前が雨でみたいな感じで、もう毎日日替わりお天気な北海道札幌です。まあこんな季節を経て、まあだんだん夏に近づいていくのかなと思いながら、もうすぐ夏至ですね。日が長いです。とにかく夜8時まで明るい、朝3時半ぐらいにはもう明るいということで、一日が長いですね。そんな感じで、トイチロ君は相変わらず元気です。もう昼間はずーっと1階の玄関前というかガレージにいて、ずーっと外誰か来ないかなと見て、時々昼寝しては、もう全然上がってこないですね。午後3、2時過ぎぐらいまで上がってこないですね、最近はね。まあ、こっちはこっちでありがたいですけども。あとは、会期末な目まぐるしい政局。これはもう23日、国会会期末ということで、今日も党首討論19日行われますけど、まあそれで内閣不信任案出す出さないで、まあ出すんでしょうけども、まあ岸田さん断末まで黄昏るリバーサイドっていうのは、まあ、岸田さんのことなんですけどね、完全に孤立してますね。彦星の話は、これは今日、ちょっと、ある、妄想が広がっちゃってストーリーができちゃったので、彦星と織姫の話を七夕に絡めてしたんですけど、まあ、彦星ね、が孤立して、織姫さんにも相手にされないし、彦星の国でも相手にされないっていう状態になっちゃってんのかななんてね、寂しい彦星状態ですが、これどうなるんでしょうね。結構政局は。目まぐるしいですね。会期末ですね。会期も末な状態になっちゃったけど、なんでこんな状態になってしまったかが問題なんですよね。で、これはもう3年前からね、こうなるだろうというか、こうなるだろうまではないけども、ちょっとリバーサイドはリバーサイドで本当に黄昏れちゃってリバーサイドですね。天の川の、リバーサイドも欠けてるんですけどね、これね。黄昏れるリバーサイドで孤立する彦星っていうのは天の川のリバーサイド込めてるんですが、まあどうでもいい話ですね。あとネアンデルタールはこれは良かったですね。あの地球ドラマティック見ましたけど、ネアンデルタール人が滅亡した理由ってやっぱり私の中でもあんまりはっきりしてなくってね、それこそホモサピエンスが虐殺説とか含めていろいろあったんですが、あるいは氷期っていうかね、寒くなって死んじゃったとかいろいろあったんですが、まあ環境の影響も大きかったですけど、やっぱりこうポツンポツンとこう数千年かけて減ってって、減っちゃうと近親相関が増えるというね、それでやっぱり種として弱まってって衰退してったって、もう緩慢なしですよね。数千年かけてのこう緩やかな、絶滅という話で、まあホモサピエンスもそんな感じになるんだろうなと、これから何年かかるかわかりません。意外とネアンデルタール人より短いスパンで、衰退していくのかなとかね。で今始まってる少子化はもうその兆候の始まりというね。なんかそんな気もしてしまいましたね。ちょっとネアンデルタール人の滅亡話見てたら、これは良かったですね。とてもね。で、あとは、まあ、ホモサピエンス絡みで、自分なりに考えてきたことは、まあ、そう間違ってなかったというか、まあ、9割方知ってる話で、喋ってきた話で、書いてきた話で、まあ、そうだよな、という感じで、納得感の高い地球ドラマチックでしたね。まあ、そんな話かな。あとは、政局だよね。だから、政局見てると、もう本当に、そんなホモサピエンスとかネアンデルタル人とかっていうのの種の絶滅のスパンに比べたら、本当にもう1年2年3年4年せいぜい10年単位の小さな出来事がね
起きてんだけど、まあそこでね、孤立するホモサピエンスもいるということなんだなぁとか思いながら、見てたりします。まあこの話はいいですね。で、男子バレーが負けちゃいまして、カナダですか。これちょっとまずいですね。世界ランク5位に下がっちゃいましたね。20日、明日が女子バレーの準決勝。中国戦ですかね。これなんとか勝ってほしいですけど、中国もリベンジで、エンジンかかってると思うんで、やばいですね。それから日本はその後男子バレーが21日から3連戦。ここやっぱり勝ってかないと、ね。やっぱ女子バレーも男子バレーも、パリオリンピックも7月からですけども。メダル目指すんであれば、ちょっとここ正念場ですね。この決勝ラウンドと男子の、ランキングアップですね。3連戦。最終予選ね。重要だなと思ってます。それからあと将棋の世界では叡王戦があるんで、これ最終局ですね。どうなるのか。まあ藤井さんは相変わらず強さ見せてますけど、どうなるのかね。まあ平常心で行くんでしょうね、やっぱりね。まあそのあたりはすごいなと。で、大谷翔平選手が20号を打ったと4年連続ね。これもすごいですね。だスポーツの世界いろいろね、こう、あ、将棋の世界とかね、は本当に、なんだろう、レベルの高い話が出てくるんですが、なんでこの政治の世界っていうのは本当にここまでレベルの低い話ばっかり出てきちゃうんだろうっていう話ですが、まあその一方で、まあちょっと七夕決戦はね、これはあちこちで語り始めてますけど、私の中でやっぱり現職優位という感じがしてきましたね。これね、ちょっとね。まあ理由はいろいろあるんですが、他で語ってますけど、まあそんな感じで、スポーツ見るのも好きなんですね。筋書きのないドラマでどっちが勝つかわかんないから、スポーツで見るのも好きなんです。で、ドラマとかドキュメンタリーってはもう録画しとけば見れるし、別にいつ見ても結果は変わらないので、こういうのはもう録画して、自分のタイミングで見る。つまりオンデマンドで見る。で、ライブで見るのはスポーツと政治。ライブで見るのはスポーツと政治、将棋。ね。勝負事ですよね、ある意味ね。その結果がわからない。筋書きのないドラマはライブで見ないといけないっていうね。これは結果わかってから見たら、まあ、それはもうなんかみんな、あ、そうなったよねと思うかもしんないけれども、いや、どっちに転ぶかわかんないっていうところを、こう、やっぱりリアルタイムでね、いろんなことを考えながら、こうすればこうなるかなとか、こうなるとこうなるよなとか思いながら、こう体験するっていうライブでね、オンデマンドじゃなくてね、もう過去の歴史ではなくてね、筋書きのないドラマでどう展開するかわからないっていうところを、やっぱり今日、共有する、その瞬間にっていうのは、やっぱ好きなんでしょうね。まあ、そんだけの話ですね。まあ、それぐらいかな。あとは特にないな。声で書く日記。なんかあるかな。あとはそうですね。最近はちょっと、ハマってるのは、ことの葉ですね。ことの葉のアフタートークが一人遊びしてますけど、楽しいですね。ことの葉アフタートーク。一番楽しくなってきましたね、あれがね。まあ、あとは、まあ、とにかく、なんだろう。いろいろこう、ね、目まぐるしく、それこそなんだ、ことの葉で書いてあるけども、よろずのことの葉じゃない、夕刊ことの葉の頭に必ず毎回トップに入れてる、よろずのことの葉ね、古今和歌集。大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけるっていうのがあるんですが、世の人、世のこと刺激なれば心に思うことを見るもの、聞くものにつけて言い出せるなりってことで、つまり世の人の動きや世のことの動き、がもう本当にもう頻繁なので、目まぐるしく動くので、もうその都度心にいろんなことを思っちゃうわけだよね。で、見るもの、聞くものにつけて、ついつい口をついて出てしまうっていう、もうまさにポッドキャストの世界っていうことでね、心に思うことが浮かぶ限り脳内垂れ流しで言い出してしまうと、見るもの、聞くものにつけてね、テレビ見たらドキュメンタリー見たら口をついて出ちゃうし、スポーツ見たら口をついて出ちゃうし、政治を見たら口をついて出ちゃうし、
まあそんな話ですね。まあそれだけの話ですね。それ以上のことはないですね。まあそんなことで、よろずのことの葉の一つとして今日も声で書く日記を淡々と綴っているということになります。ということで、今、夕刊ことの葉でしたって言いそうになってきた。声で書く日記でした。ではまた。